この音声は、聞いている方が途中で熟睡されることを想定して制作しております。そのため、安全かつ、他人に迷惑のかからない環境で、お聞きいただくことをお願いいたします。それでは、本編をお楽しみください。あ、お帰り、お兄ちゃん。部活お疲れ様。夕食はカレーだよ。 今、煮込んでるところ。もう少し待っててね。ほら、ちゃんと帰ったら、手洗いとお買いしなきゃダメだよ。お兄ちゃん見て見て。今日家庭科の授業でクッキー作ったの。夕食前だけど、一口なら大丈夫だよね。食べてみて。 お味は、どうかなえ、ほんとに嬉、えー、しいな <laughs> なんか気分良くなってきた。ねえ、お兄ちゃん。カレー煮込んでる間暇だからさ。たまには耳かきとかしてあげようか。ほーら、私の気分がいいうちに、思う存分甘えちゃいなよ。 じゃあ、ソファーで耳かきしようね。はい、横になって。私、こっち座るから、頭置いて。<laughs> こうやって、お兄ちゃんの顔じっくり見るの久しぶりかも。それじゃあ、耳かき始めるね。右側からやるから、あっちの方向いて。ふーん あらら、結構溜まってるね。ちゃんとお掃除しないと、耳悪くなるよ。めんどくさいのだったらそういう時こそ、妹の私に頼ればいいじゃないお母さんはどうか知らないけど、私だったら、 いつでもお兄ちゃんのお世話してあげるよえへへ兄思いの妹を持ってるって幸せでしょウふふさて耳掃除していくよまずは耳の縁から <laughs> うん油っぽいのか。 どんどん取れてくよもう少し続けるね どうかなえ落ち着くのそれは嬉しいかなさて次は入り部分だねちょっとだけ中に入るよ 気持ちいいのかな幸せそうな顔してるよ。まだまだ続くからね。 はーいいっぱい取れた。こんなに取れるともっと頑張りたくなっちゃうね。それじゃあ次は奥だよ。ゆっくりやってくね。危ないから動かないでね。 すっきりしたかなあ、なんか細かいのが耳元についてる。そっか、こっち側使えばいいのか。確か、ボンテンって言うんだよね。これで、細かいの取ってあげる。さささっと取ってくね。 細かいのも取れたよ。最後に耳元に私の息引きかけてあげる。ふ <laughs> ふどうしたのそんなにビクビクして。 もしかして感じちゃった <laughs> お兄ちゃんのエッチさてと、今度は左側やってくよ。はい、こっち向いて。そう。私のお腹に顔を当てていいよ。<laughs> お兄ちゃん呼吸困難になってる。 私の服、汚さないでね。ということで、始めるよ。左側も、耳の縁からだね。ああ、やっぱり、油っぽいかも。お兄ちゃん、ここはお風呂の時、洗わないの <laughs> 違うよ。 中じゃなくて耳の裏だよ。一応ここも洗わないといろいろ匂うらしいよ。今度から心がけてね。それじゃあ始めよう。丁寧にこすっていくね。 どんどん取れる。気持ちいいくらいジょりジょり取れる。<laughs> もう少し続けるね。 はい、耳の縁は終わりだよどんどん進めるね次は入り口を削っていこうそーっと入るね 取れたよちょっと耳かき棒の先を拭くねよいしょっとはいじゃあもう少し続けましょう こうやって、お兄ちゃんと二人の時間を堪能できるの、久しぶりだね。これからは、もっとこういう時間を作ろうね。ということで、次は奥だよ。優しくじっくりやっていくね。 欲しいのしょうがないなぁおえぼうのお兄ちゃんをもう少し甘やかしちゃおうかな。<laughs> きれいにしようね。そーっと入るからね。 細かいのも取れてしっきりしたね最後にまた耳元にふーしちゃおうかなよいしょ ちゃんいよまた耳垢固まったらいつでも私を呼んでねかわいいお兄ちゃんのためなら私いくらでも頑張っちゃうよあカレーがもういい具合になったかなちょっと見てくれねーい。 いい感じに煮込めてる。じゃがいもと、人参が柔らかそう。お兄ちゃん、ご飯取ってきて。はい、これはお兄ちゃんの分。後でいくらでもお代わりできるからね。これは、私の分。<laughs> 美味しそうだな。それじゃあ、いただきます。 おいしいお兄ちゃんどううん何杯でもいけそうだね、まあ、でも私は太るの嫌だから適度に量は抑えておこう私お兄ちゃんみたいに運動してないからちょっとカロリーの高いもの食べると。 体に蓄積されちゃうんだよ。だから、食事制限は必須なの。妹がスリムの方がいいでしょだったら、私にいいダイエット方法を教えてよ。ええー、普通に運動する時間がないんだもん。私家事しなきゃいけないし。ほら、 うちは両親が共働きって忘れたのお兄ちゃんには確かにいつも手伝ってもらってるけど、部活に専念できてるのは、私のおかげなんだよ。感謝してよね。えご褒美えーいいのじゃあね、何にしようかな。そうだな。 じゃあさ、今日はお兄ちゃんと一緒に寝たいのうん。久しぶりにお兄ちゃんの部屋で寝たい。いいのやったー。じゃあ、これ食べたらお風呂入って。えお風呂も一緒に入るの小さい頃みたいにそ、そうだよね。 昔は当たり前のように入ってたもんね。じゃ、じゃあ待ってて。ちょっとお皿洗い終わったら準備するから。お兄ちゃん、もう入ってるの私も入るね。いや正直。 真っ裸が恥ずかしいから、水着着てきちゃった。いいよ、お兄ちゃんはそのままで。私見慣れてるから。さてと、お兄ちゃんの背中でも流そうか。よいしょっと。ボディーソープをこうやって泡立てて。はい、背中洗います。 ごっし、ごし、しご,しごし。やっぱりお兄ちゃんの体、スポーツしてるだけあって、合体がいいよね。さっきのカレーで、この体がもっと元気になってくれると、嬉しいな。ごし、ごし。ねえ、お兄ちゃん、今度さ、 休みの日にどっか行かないうん。なんか最近いろいろ頑張ったから、思いっきり遊びたい気分なの。ごしっし、ごし。どこに遊びに行くかって私ね、野球が見たいな。うん。夜に見る街の輝きって、ロマンチックじゃん 要するに、兄弟デートしたいの。もう、言わせないでよ。<laughs> はーい。背中流すよ。 えっと、次は頭洗おうね。シャンプーも泡立てて。はい。頭皮マッサージするよ。痛かったら言ってね。ゴシゴシ、ゴシゴシ。 私、自分で洗ってるから、お兄ちゃんは先に湯船に浸かってて。しょ。ごし、ごし。 私も湯船に入ろうかな、はあこうやってお兄ちゃんとのんびりできるの久しぶりだねあそうださっきの話だけど夕食はイタリアン料理店で食べたいなピザとかは皮で焼いてる本格的なところがいい 方が雰囲気出るじゃがままかな女の子は基本こんな感じだもん <laughs> お兄ちゃんとこうやって密着してるとなんか頭では緊張する反面すごく心が癒されるのだってお互いいい年頃だしお兄ちゃんも丈夫な体になったし こうやって、お兄ちゃんの胸に寄りかかると、安心するの。な、お兄ちゃんの心臓ドクドクいってる。お兄ちゃんは緊張してるんだ。<laughs> お互い様だね。お兄ちゃんは私のもの。誰にもあげないんだから。うふふ。 独占欲の強い妹で残念でした。結構 <laughs> 使ったし、そろそろ寝ようか。んお兄ちゃんはまだしばらく入ってるのわ <laughs> かった。じゃあ私先上がってるね。 お兄ちゃんのベッド気持ちいいな、<laughs> お兄ちゃんおかえりいい湯だったね何してるってそりゃあお兄ちゃんの枕スリスリしてるだけだよ今日お兄ちゃんと一緒に眠れるのが楽しみで楽しみで仕方がないんだもん ねえねえ、早くベッドにおいで。ちゃちゃーん。これ覚えてるそう、絵本だよ。小さいから、お兄ちゃんは毎日私に読み聞かせてくれたよね。<laughs> あの時とは逆になっちゃうけど、今日は私が絵本読んであげる。絵本の朗読はね、 安眠効果があるんだよ。聞いてると少しずつ眠くなるの。今日読む絵本はね、おねずみおばさんの話って言うんだ。んこれはね、小さい頃買ってもらったけど、まだ読んでもらってないやつだよ。それじゃ、読み始めるから。お兄ちゃんもうちょっとこっち寄って。さ 掛け布団もお腹のあたりまでかけて。はい。それでは、今日のお話の始まり始まりー。おねずみおばさんの話。ベアトリックスポッター、作え。絵。大久保優、役。このささやかな本は、ネリーのもの。昔々。 あるところに一匹の森ネズミがおりまして、名前をおネズミとましいなおばさんと言いました。住まいは池垣の裏にある森土の中。これが面白いお家なんです。池垣の根っこをめぐって、あっちこっちへ土の迷路が出来上がっていて、 その先に物置やら木の実や種を蓄えておく蔵がそれぞれあったりしまして。台所や居間もありますし、それから食器部屋や食べ物置き場まで。あと、おねずみおばさんのお休みする部屋もありまして、そこでは眠るベッドが小さな箱になっているんです。 お,ネズミおばさんは度を超えたきれい好きのネズミさんでいつだって柔らかな土の床を掃き掃除ちり払いたまに迷子になった葉虫に出くわしますと「しっしばっちい足足さんめとおネズミおばさんは持っているちりとりを打ち鳴らすのですまたある日は小さなおばあさんが 水玉模様の赤いケープを羽織って、うろちょろしておりました。オタクが今燃えてるんですって、七星おばさま。お子さんのいる、お家へ飛んでお帰りになって。別の日には、まん丸した大雲が、雨宿りに来ておりまして。すいませんが、ここはマフェットちゃんのオタクではない あっちへおいき、この厚かましい悪雲め。私の素敵で綺麗なお家のあっちこっちに雲の巣の端切れ残し腐って。そこで雲を丸めて窓から放り出したのでした。雲は細長い糸をちょいと垂らして、池垣を降りていくしかありません。おねずみおばさんが離れにある物置へ向かうところ、晩ご飯に、 サクランボのサネとアザミの綿毛を取りに行くのです。廊下を進む間、ずっと床をクンクン、じっと見つめていまして。蜂蜜の匂いがするわ。外の池垣にあるクリン桜どうも汚い小さな足跡があるみたい。角を曲がって、ばったり出会ったのが、ドジジスバビティ。 チプンプーンとマルハナバチの女の子がしゃべりますおねずみおばさんはきっと相手をにらみつけましたほうきがあればいいのにと「こんにちはドジジスバビティ」「ミツを売ってくださるならほんとにありがたいんだけどでも今ここで何してるの?」 どうしていつも窓から入ってきて、ジーズ・ブン・ブーンなんて言うわけと言いながら、おネズミおばさん、だんだん腹が立ってきまして。ジーズ・うん、うんーと、ドリジジス・バビティから帰ってきたのは、すねた鳴き声。じりじり廊下を動くと、パッと、そこの物置へと消えました。 どんぐり用のお部屋です。おねずみおばさんはクリスマス前にどんぐりをみんな食べてしまいましたから、物置は空っぽのはずなのに。ところがカピカピの苔で中がいっぱい、ぐちゃぐちゃで。おねずみおばさんは苔を引っ張がし始めます。他にも3、4匹の蜂が頭を出していて、ブンブン泣き叫んでいました。 まったく、私は人にまがしなんてしてないってのに、勝手に座ってからに。と、おねずみおばさん。今から出てもらうからね。ぶん、ぶん、ぶーん。誰か人手がいるわね。ぶ、うん、ん、ん、ん。ジャクソンさんはダメね。絶対に足を拭かないんだもの。 お,ネズミおばさんはひとまず晩御ごのあとまで蜂を放っておくことにしましたいまへ引き返すとのぶとい声で誰か咳払いをしておりましてなんと座っていたのはそのジャクソンさんご本人。小さなゆりいすをはみ出さんばかりに座りながら親指をいじいじ暖炉の柵に足をかけてにたにたしているのです ご本人の住まいは、池垣の下にある溝で、そこはひどく汚らしい、じめじめした土具なのでした。こんにちは、ジャクソンさん。あら、まあ、ずぶ濡れで。大きに大きに、大き,きに、おねずみおばさん。ちーと座って、乾かすさかい。と、ジャクソンさん。腰掛けたまま、 にたにた。水が上着の裾から滴り落ちます。おネズミおばさんはモップを持ってあたりをぐるぐる。あまりに長々といるので、とりあえず晩ご飯を食べていきますかと聞くはめになりまして。まず出したのがサクランボのサネ。大きに大きにおネズミおばさん。けど、歯がのうって、 歯がのうて歯がのうて歯がのうてのーとジャクソンさん口を広々と開けましてなるほど歯は一本もありません次に出したのがあざみの綿毛チゃ、ッシャッシャプープープ,ープ,ープーとジャクソンさんは綿毛を部屋のあちこちに吹き飛ばしてしまいまして 大きに、大きに、大きに、おねずみおばさん。けど、わいがほんとに、ほんとにほしいんは、ほんの一りの、みつなんや。はあすいません。うちにはないと思うんですけど、とおお、おねずみおばさん。じゃ、ひょ、おねずみおばさん。にたにたするジャクソンさん。匂いがしおる。 ちゅうわけで、わいは誘われてきてん。ジャクソンさんは、重い腰を上げるや、戸棚の中をあさり出しまして、おねずみおばさんは、付近を手に、後ろから居間の床についた、湿った大きな足跡を拭き取っていきます。戸棚の中に蜂蜜がないと納得すると、今度は廊下の奥へと進み出しまして、あの、 あのたちまち使えますよジャクソンさんじゃ、ッ、ま、ゃ、ョゃ、おネズミおばさんまずおし入ったのは食器部屋でしたちゃ、ッゃ、ョゃ、ヒョないは、ハチミないなおネズミおばさんいたのはお皿立たての裏に隠れていたそろりそろり張っている虫が3匹だけ そのうち2匹は逃げ切りましたが一番小さいのはジャクソンさんに捕まってしまいました次に押し入ったのは食べ物置き場お蝶のお嬢さんがお砂糖の味見をしていましたが窓から外へ飛び去りますシャッシャッシャッおねずみおばさんなんやお客がようけおるなぁ誰も招いてません おねずみトマシーナ。土の廊下を進んでいると、ちゃ、ちゃ、うん、うん、うん。角を曲がったところでバビティとばったり、ジャクソンさんはパクッと噛みついて、またペッと吐き出して、丸花鉢はすっちゃない。全身の毛が凍ってかとうて、と、口を袖で拭います。 うせろ来たねえカエルジジー。とドジジスバビティの金切り声。もう気がおかしくなりそう。とおネズミおばさんもおかんぶり。おばさんが木の実の蔵に閉じこもっている間、ジャクソンさんが蜂の巣を引っ張がします。蜂に刺されるのは割と平気そうでした。心を決めておネズミさんが蔵から出てみると、 みんなどこかへ行ってしまったようででもその散らかり具合が恐ろしくひどくってこんな汚らしいの見たことない蜂蜜のシミに苔、綿毛汚い足跡が大きいの小さいのあちこちにせっかくの素敵で綺麗な我が家がそこで苔と蜜蝋の残りをかき集めました それから外へ出て枝をいくつか拾ってきて表の入り口を半分はめ殺してしまいますジャクソンさんの体より小さくしてやるそして柔らか石鹸とニットの布とおろしたての洗いだわしを物置から取ってきましたところが疲れきってもう何もできませんとりあえず椅子で居眠りしてから ベッドへ行きます。またちゃんと元通り片付くかしらと不安げなおネズミおばさんあくる朝、とっても早くに起きると春の大掃除を始めまして終わるまで2週間もかかりましたはきはきゴシゴシパタパタそれから家具をみつろうでこすったり ちっちゃな鈴のスプーンを磨いたり全部見事片付いてきれいになりますと小ネズミさんを5匹呼んでパーティーを開きましたジャクソンさんは抜きですしかしご本人がパーティーを嗅ぎつけ森土のところまでやってきたのですが入り口が狭くて入れませんなので 蜂蜜をどんぐりのお椀に入れて窓から手渡し。ご本人もそれで全然構わないみたいで。日向に座ってこう言いました。しゃ、しゃ、しゃ、お元気で何よりや、おねずみおばさん。おしまい。<laughs> 久しぶりにこんなに朗読しちゃった。どう面白かった よかった。私も読んでて思ったんだけど、セリフのところとか、なんだか声優みたいな感じで楽しかったよ。あと、私もこのおねずみおばさんみたいに規定好きだから、もしお兄ちゃんが部屋を散らかしてたら、怒ってお兄ちゃんにいたずらしちゃうかもしれないよ。さて、そろそろ時間も遅くなってきたし、 ぐっすり眠らないとね電気消すよポキッとな <laughs> なんだか修学旅行みたいだね今夜はお兄ちゃんと一緒だ <laughs> ねお兄ちゃんもっと近くに寄ってよお兄ちゃんの吐息いが聞きたいの そうすると、目を閉じてても、お兄ちゃんがそばにいることを実感できて、とても安心するの。だからもっと近づいてきて。<laughs> 暗くてもわかるよ。この歩はお兄ちゃんだ。お兄ちゃんの鼻、つまんじゃお ちゃん、情勢的に口呼吸になったねお兄ちゃん大好きだよいつもありがとうね私のこと気遣ってくれてお兄ちゃんは部活で活躍する将来有望な人だから本当は私が全力でサポートしてあげないといけないのに。 この前応援に行けなくてごめんねお父さんやお母さんにもできるだけ自分のことは自分でしてもらうように相談するから大丈夫こういうのを続けてれば私は将来何でもできちゃう嫁さんになれるもんお嫁さんといえばねえ みーちゃんは将来どんなお嫁さんが欲しいのかな <laughs> やっぱり可愛くてセクシーで家事ができて料理も上手な人がいいのかな後半の部分は私も毎回回答するかもそうでしょ私お料理得意だもんもし 私がお兄ちゃんのお嫁さんだったらね、毎日美味しいお料理食べられるよ。あれ、今もそうか。えっと、何か付加価値のあることはないかなあ、そうだ。私によく似た赤ちゃんが生まれるよ。女の子だったら。 多分私すごく似ると思うね欲しいよね可愛い赤ちゃん私ね赤ちゃん抱えてスーパーで買い物するのに憧れてるんだえ <laughs> だってなんか楽しそうじゃ我が子と一緒に今日の晩ご飯を何にしようかなってね まあでも荷物とダブルで重そうだから大変そうではあるんだけどね私は日常によく見る小さな幸せに憧れるんだだから私も結構安上がりに幸せにできちゃう女の子なのかもねえお兄ちゃんもそういう子がいいの <laughs> そうだよねだって現実問題今って不況だしそんなに贅沢できないもんカツカツな中文句ばかり言ってる人より小さな喜びを見つけて毎日を楽しく生きられる人の方が一緒にいて心地いいと思うよ私は。 お兄ちゃんの理想に少しでも近づけたら嬉しいなうん何でもないよただの独り言。私はお兄ちゃんが大好きな妹だからお兄ちゃん好みになりたいなっていうだけの話。 元気の出る言葉が欲しいのそうだよねお兄ちゃん疲れてるだろうから癒されながら眠りたいよねそれじゃあ目を閉じてじっくり私の声を噛みしめるように聞いてくださいなお兄ちゃんはすごい人だよ コ頑張り屋さんで真面目で何か失敗した時でもそこから最大限に学ぼうとするお兄ちゃんは妹思いの優しい人だよいつも私のこと心配してくれてて私は嬉しいよそんな優しいお兄ちゃんに私は甘えてばっかりだけど 心から支ええようって思えるそんなお兄ちゃんだよ多分他の家庭だったら妹はお兄ちゃんにそんなに興味持たないよでも私はお兄ちゃんに興味深々 <laughs> そういう妹だから今後もよろしくね お兄ちゃんは今日一日を精一杯頑張った。わかっていいんだよ。自分をいっぱい褒めて、今日はぐっすりお休みしようね。お兄ちゃんと一緒に、私もぐっすりと今日の疲れを癒すから。吐 <laughs> 息が寝、ね、息になりかけてるよ。 そらそら寝ちゃうのかなそっか。じゃあ、私もすごく眠くなってきたから。そらそら寝るね。おやすみなさい。私の素敵なお兄ちゃん。明日も頑張ろうね。うん。 お兄ちゃんねえ、お兄ちゃんってば、朝だよもう、起きないなら、いたずらしちゃうぞガちょ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 。<laughs> びっくりしてる。ほら、早く朝ごはん食べよ。お兄ちゃんの大好きな、 ガーリックトーストを準備したよ。<laughs> 飛び起きた。やっぱりお兄ちゃんは好きなものには夢中になっちゃう性格だね。うん。じゃあ早く着替えてダイニングに来てね。美味しい朝ごはん用意して待ってるからね。